ようこそスバル王国の皆様。ゆっくり霊夢ちゃんです。いよいよ新型のインプレッサがお目見えになったな。ゆっくりマリサだぜ。今週のスバルニュースは、新型のインプレッサについて見ていくってことでオッケー？こういう新型の紹介時に何回も言うが、いろいろな車系 YouTuber の人が紹介していると思うから、テンプレ的な紹介はその人たちの動画を参照してくれた方がいいな。知ってたわら。いつものごとく、スバル好きの我が王国民の話を聞いていくわけね。そういうことだな。まずは新型インプレッサについてあまり知らない人向けに、簡単に解説を挟ませてもらうからそのつもりでよろ。かしこまり。てなわけで今回の週刊スバルニュースは、新型インプレッサ、2.5 リッターとか胸圧、RS モデル日本に来い、ゆっくり解説、を紹介するぜ。普段から、コミュニティの部分でアンケート等してるので、ぜひご参加いただけると嬉しいわ。それと、面白かったら高評価ボタンやチャンネル登録で応援よろしくだぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。というわけで、スバル王国民の話を聞く前に、簡単に今回の新型インプレッサについて、概要を話していくぞ。確か新型インプレッサって、数えると6代目になるのよね確か。その通り、2016年に販売された5代目から6年の時を経てモデルチェンジ。5代目も採用していたスバルグローバルプラットフォームの進化したものを6代目には採用だ。5代目と今回ので、なんか大きな違いってあるのかしら？そりゃやっぱり、5代目にあったセダンタイプの G4 の廃止じゃないかな。5ドアハッチバックのシリーズになってしまった悲しみはあるんだよな。当然、リニューアルモデルになるのだから、剛性アップや安全面の向上がされてると思うけど、それ以外になんか特徴ってあるのかしらね。そうだな。いろいろとあるけどまずはモデルが、今回は 2.5 リッターと 2.0 リッターモデルの2つを販売するらしい。その中でも 2.5 リッターについては、RS グレードが新たに設定をされているな。そうなると、アメリカで販売されるグレードは、ベース、スポーツ、RS の3つになりそうね。他にも、後ろの席の子供やペットの置き去りを防止するシステムだったり、新世代アイサイトを全車に標準装備、新型レボーグや WRX のような、大型のセンターインフォメーションディスプレイも装備されてるようだな。細かいところも先代からパワーアップしてるようね。デザインに関しては、先代よりもシャープに鋭くなったというかスポーティーになったかな。そういう意見も多いな。ちなみにアメリカでは全車 4WD になるそうだが日本は FFR のかな？アメリカでの販売は2023年春からだそうだ。多分、日本もそれくらいから受付すると思われ。まあ、ざっと簡単にだが新型インプレッサの概要は理解してもらえたと思う。ここからはお待ちかね、スバル王国民の今回の発表に対する反応ね。果たして、スバル好きは今回のインプレッサについてどの評価を下すのか。まずは、賞賛系のコメントをどうぞ。日本でも 2.5 リッター採用してくれー。見た目は好きだから日本仕様発表が楽しみ。パワーアップして帰ってきてくれて嬉しいです。今後も魅力的な車が出ることを願います。かっこいいと思います。エンジンは2リッターと 2.5 リッターとのことですが、日本市場にそのまま、入ってくるのか気になりますね。クロストレックのまんまかと思ったら、ちゃんとハッチバックしててかっこよく、仕上がってた。個人的には20丸。他の C セグハッチのカローラ、CX3、ゴルフと比べてもデザインはありだと思う。欧米仕様では RS グレードで 2.5 リッター採用180馬力超え、久しぶりに熱い車だと思います。デザインも SGP のおかげか自由度が増していて WRX と分かれた時から熟成の域に入ってきている。すっきりとしている中で立体的な造形が綺麗に走りへ繋がる感じ。なお、個人的に評価したいのは、携帯置き場に充電器ついたことかな。日本仕様で標準化は不明ですが。まず、賞賛系のコメントはこんなのが多かった。コメントが多かったので、似たようなのは申し訳ないけど割愛するわ。ごめん。デザインについては概ね好評。RS モデルが日本に来るのか心配している人が多かったな。全部2リッターモデルなのかどうかは大きいものね。アメリカとどこまで同じになるのか。さて、次のコメントは願望についてだ。STI バージョンに仕立てて WRC 復帰してほしい。日本仕様にもいいボクサー以外のエンジンのラインナップが欲しいですね。クロストレックを見る限りおそらくいいボクサーのみになりそうなので。モリットブリスターフェンダーつけて STI 仕様出してほしいです。やっぱり、STI 仕様を出してほしい人は一定数いるようね。現行のは一応、STI スポーツモデルがあるが、純粋な STI バージョンとかあったら胸熱。さて、お次は惜しいと思うようなコメントを紹介する。セダンは欲しかったです。事前のクロストレックから大体デザインの予想はついてましたが、悪くないかなと。先代のスマートな感じのデザインから、少しごつい感じのデザインには、なりましたが、あまり違和感は感じないかな。せめて日本仕様にも純エンジンの車両があると、いいなぁとは思います。
会社側としては難しいだろうけど。スペックもデザインも良いと思うけど、個人的にはもう少し GH2 のデザインに寄せてほしい。内装は5代目デビュー時は質感の高さに驚かされたが、新型は他社の同クラスに比べてちょっと厳しいかな。やっぱ、セダン、G4、売れないからしょうがないけどわかるわ。確かにな。まあ経営的なことを考えればしゃあないのかもしれないが、そしてデザインは確かに GH2 に寄せても面白かったかもしれないけどな。私も GH2 のデザインって結構好きなのよね。今ではトヨタのヤリスがそれに該当しちゃう、かもしれないけど、スバルでもこういうタイプの車欲しいわね。他にもこんな意見があったな。FB20 エンジンが2馬力上がってますね。デザイン面では、マツダ3っぽいですね。個人的には、スタイリッシュでスポーティで好きです。スポーティーカーだったのに、実用性も加えようとしすぎて、中途半端な出来上がり、なのかなと個人的に思います。けど、かっこいいな。日本仕様で RS の 2.5 リッター仕様 182PS が出てくるならちょっと気になるかも。2リッターと 2.5 リッターのミスか。日本でそのまま出るかわからんですけど、シビックがそうだったように、インプレッサもインプレッサじゃないみたい。日本仕様だと2リッター E ボクサーで統一されそうな気がするから 2.5 リッターは厳しいかもしれんな。このような違った見方のコメントをくれてる人もいたな。マツダ3ってよく知らないからググってみたら、確かになんとなく似てなくもないような。さっきの翔さんのコメントでも出てきたが、2リッターと 2.5 リッターが両方出るかわからないし、そもそも、全部 E ボクサーの可能性も高い。ここら辺は続報に期待するしかないな。確かに昔のインプレッサから見たら、どんどんとインプレッサから離れてるかもしれないけど、これも時代の流れ。今できる範囲でのインプレッサとしてのデザインや機能を貫くしかないからね。スバルのデザイナーさんたちも、いろいろと縛りがある中でたどり着いたデザインだと思うからな。欲を言えば、そんな縛りを取っ払って、自由にデザインしたスバル車ってのも見てみたいものだ。個人的に気になるのは、レヴォーグとの差別化ね。エンジンラインナップも被りそうな気がするし。そこら辺は、スバル王国民のコメントお待ちしているぜ。それ以外にも、ぜひ新型インプレッサに関するご意見がありましたらコメントでよろしくね。期待も含めてお待ちしているぜ。ちなみに、次回の動画では辛口ネット民の新型インプレッサ評判動画も作るので、そちらもご視聴いただけるとすごく嬉しい。というわけで、以上、スバルニュースという名の新型インプレッサの回でした。基本的に、YouTube のコミュニティで動画企画のアンケート等を行っておりますが、画像や動画を使った企画については、Twitter を中心に募集しておりますのでそちらも覗いて、いただけると幸いです。動画の概要欄にリンクを載せておりますのでそちらからフォローよろです。また、各党の募集もやっておりますので、コメントいただけると嬉しいわ。ついでに面白かったら高評価、まだの人はチャンネル登録もよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。